ほんで、よし、これでまた1年ぐらい飛んだんじゃない？飛んでるね。26年になってるもんね。1426年になってるから。 OK、 情報を集めてます。何も情報なしか。お金どんぐらい貯まった？230万。大学作るか。大学、うん、ちょっと大学作ろう。ちょっと誰か来い、誰かって。クソ、誰かが来ないな。来た、よし、作ろう作ろう。もう一気にお金なくなるけど、よし、大学を作ろう。頼むぞ。じゃあどうしようか。あー、ちょっと待って、この辺ちょっと森の正義術師、この辺ちょっと補充するか。あと、まあお金なくなっちゃったから武器開発はなかなか厳しいと思うけど、一旦ちょっと覗きに行ってみる。はい、コンボいらねえな。うん、お金ないしね。次どこ行きゃいいんだろうな。情報がないんだよ、情報が。引き出す道具、術集、まあ10個ぐらいか。森の聖域も10個ぐらい、ちょっと持ってこう。大地の聖域、まあまあ多分大丈夫だと思うけどな。よし、ちょっと能力見るか。あ、術研究所行こう。なんか炎系のやつ、レベル21までいったし、ファイアボールも強くなったから、ちょっと炎系新しいのないかなと期待する。さあ、なんかない？ルビーさん、来た来た来た。フレイムウィップ、炎のムチで敵にダメージを与えます。ムチは敵に巻きついて行動。おお、いいじゃんこれ。はい、麻痺にするってやつだね。 OK、 じゃあ次、多分他はそんなでもないと思うけど、テン、シエロ、太陽光線だよね。はい、風もね、全然使ってないから、まあ進んでないよね。だよね。水も使ってないから変わらずだと思う。霧隠れだよね。地属性は？地属性結構使ってあげたから、どうかな。なんか一つでもいいやつ覚えてたらいいけど。アースヒル、来た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 。これ覚えよう。大地の聖域を集めて仲間一人に HP を回復させる。あ、いいじゃん。この、はい、いいです、いいですよ。やったー、やったぜ。ちょっと見てみて。これいいじゃん。5、消費が5。結構回復するのかな。月光、どうなんだろう。月光も回復だけど、どうなんかな。まあいいや、行こう。ホイミみたいなもんですけど、なんか属性によっていろいろ効果が違うみたいなんですよね。同じ回復でも、はい、月光も回復だし、水系の何だっけ、生命の水だっけ、なんだっけ、生命の水だ。これも回復だけど、なんかちょっと属性が違うみたいだから、何かしら効果がね、別な効果があるんでしょうね。
じゃあ次どこ行きゃいいんだろうな。情報っていう情報がねちょっとないんだよね。これ年代ジャンプしたから技はもう、みじん切り、二段切り、ダメか。千切りとかまだ覚えてないな。覚えてないっていうかないもんね。まあでも仮に全滅したとしても皇帝だから、皇帝が技を覚えてるからこれは引き継がれんのか、千切り短冊切りっていうのは。でもマシンガンジャブは引き継がれないからな。もっと年代ジャンプしないとダメか。水長剣もそうですよね。どうしたらいいんだろうか。情報がないんですよ。まだ行ったことないところあるんだけどね、ちょっと怖いな。年代ジャンプしてから行きたいっていうのは、さっき喋ったように技がね、年代ジャンプすると技道場に覚えた技登録されるんで、今まだマシンガンジャブとか登録されてないんですよ。なので、どうしようかな。そう、条件厳しいみたいっすね。全滅したらまたあの技ないとこから始まっちゃうんで、今の状態だと。年代ジャンプすればね別に問題ないんですが、やっぱないもんねマシンガンジャブ。水長剣もないし、ムム剣もないし、ダメだ。とりあえずまだ制圧してない地域、この辺なんか制圧してないよね。この辺もまだか。この辺もまだだな。ちょっとね、なんかしらのどうにかちょっといけないかな。どうなんかな。から船で飛ば、マーメイド。そういえばこの辺全然あれだったね、進んでなかったな。まあ結構前の年代で行ったから、何かしら状況とか変わってるかもしれないし、何かしらイベント的なのが新たに待っているかもしれないし、ちょっとわからんけども行ってみよう。変わってねえな、なんか相変わらずって感じだ。どうするかね。どうしましょうかね。ウミツバメの巣も結局何に使うのかよくわからんのよね。これ取ってきたんだけど、あんま変わってねえな。てかイベントってっていうイベントがないな、ここ。マーメイド、はい、人魚、マーメイド。このイベントちょっとね多分もうダメなんだよな。多分もうダメだと思う。どうかな。まだいけるか、いけないのか。
はい。人魚になる薬作って、はい。ほう。あ、夜になってる。まだいけんのかな？夜にな、なる？はい。いけるのか。これで多分ね。あ、いたいたいた。いいね。もういかにももうこれ人魚でしょうよ。はい。あの子この町の娘じゃない。近くの村の娘かな。何よあんな踊り子。わしがもう少し動ければの。同じこと言ってる。いらっしゃいませ。何か飲み物。ふう。夜になると踊り子が来るんです。お客も増えてラッキーしてます。ちょっと待って、こっちから出られるぞ。いるんじゃないのか？いない。いやでも明らかにこれもう、こういうスペースがあるってことはさ、そういうことでしょうよ。ちょっと待って。何かしら、何か、前も一回来たんだよな、ここに。来たんだけど、特に、あ、また、あ、これ回数、何回か行かなきゃダメなのかな。もしかして、それともただ単純にイベントが進んでないだけか。あ、違う、進んでる多分。なんでかっていうと前と曲が違うから。いや、わかんないけどね。これ回数か、何回かここで会わなきゃダメなんかな。特にセリフは変わってないな。特にセリフは変わって、そうそう、音楽変わりましたよね。ってことはこれってイベント進んでんのかな。いねえし。くそ。でももしこれでまた夜になるっていう感じでさ、夜が、あの、日が沈むってことになれば、まだ多分これまだイベントが進んでるというか、あー、やっぱ時間経過があるということはこれで正解なのか。これでまた曲が変わってれば多分イベントが進んでるっちゅうことで判断しますぜ。あ、曲違う、ほら。何回か来なきゃダメなんだ、多分これ。はいはいはい。そんで？いい感じじゃないの。イェイ。いいね。踊りたいわ。綺麗なお姉さんと踊りたいわ。いつも来てくれるのね。はい。ちょっと追いかけていってもいいかな。あ、いつもと違う。いつもと違うよ、これ。ほら、いた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 。ほら、人魚だ。あなたにだけは見られたくなかったわ。マジ？もう会えないのか？ちょっと待って、もう会えないのか、もしかして。
いや、僕踊るのとかは全然ダメっすね。え、これもしかして、ほら変わった変わった。元気がないんじゃ今日あたり元気をつけてやる。あ、やば、これもしかしてイベント失敗。あれ、これイベント失敗か、もしかして何か何か足りなかった、もしかして。あ、もしかしてこうなる前にさ、あれな、この人形になる薬をさ作ってもらわなきゃダメだったんじゃない、これもしかして。でもしかしてあそこで人形の薬持ってたら人形になって追いかけるみたいな、そういうロマンスが、ロマンスイベントがあったんじゃないの、これもしかして。やーば、これミスったか、これイベント。ちょっと待て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 、一回ちょっと魔女の方から行ってみよう。今からでも間に合うかな、今からでも間に合うかな、これ多分ね、多分間に合わないかもしれない。これだからね、今3回やったでしょ、あのそう、たダメなんじゃないの、3回人形に会ったでしょ。そうだから3回目が、3回目に到達する前に多分この魔女のところ行って人形の薬、人形薬作ってもらわなきゃとか、なんかそういう感じだったんじゃないので、人形薬作ってもらって人形になって追いかけるみたいな、なんかそういう感じなんじゃないか、もしかして。だってイベント進まなくなっちゃいましたよ、あの夜にならなくなりましたもんね。それともこれが正規のルートなのかな、ちょっとわからないけど、一回魔女のところ行ってみよう。もし多分ね、イベントこれで終わりだとしたら、もう多分魔女のとこ行っても人形役作れないんじゃないかなって思うんだけど、どうでしょうか。また来たぜ。あ、ある。ってことはまだいけんのか、これまだいける人形役。そいつはちょっと難しいな。トバの海ツバメ、来た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 、海ツバメの巣とサバンナの卵の殻とアクアコの水、はい、一つは持ってるよ。いや、お金取るんかい、1万クラウンじゃ。まあ1万クラウンはいいとして、海ツバメの巣は持ってる、卵の殻とアクアコの水。アクアコってどこ？サバンナはまあなんとなくわかる、わかるっちゃわかるけど、って感じ。これまだ、これイベントなんとかなるって信じたい。ちょっと人形役作れるってことは、まあでもこれ作れるけども手遅れっていうパターンもあるからね。まあ一応もうやることねえから、やることねえっていうか、とりあえず今イベント的なことあんまりやることねえから、とりあえずじゃあね、探しましょうか、その卵の殻とアクアコの水ってやつを。 OK、 卵の殻、サバンナ、要はサバンナに行けばいいんでしょ、卵の殻ってやつは。アクアコの水、アクアコってのはどこかわからないんだよな。どっかちょっとわからないから、
待って、サバンナはさ確か違う、ここじゃない、この辺じゃなかった、まあ、ここじゃないか、この南か、違うな、こっちか、この辺だよね、サバンナって。なんか卵の殻に、卵の殻、卵、モグラ族って見たことはある、あ、もう連れて歩いてるけどね、卵の殻、よくわからんな。あ、来た来た来た、大きな卵を産む鳥がいる、その殻をもらうのかな、来た来た、情報あるじゃん、誰もいねえ、ここの村全人口が 1,2,3,4 人しかいねえわ。まあいいや、そういう変なツッコミはなしで、ちょっと卵の殻、ちょっともう一つ村あるからそこも行ってみるけど、そういう予感もしますよね、バトルの予感もするからちょっと気をつけていかないとね。一応セーブしとくか。これなんかあるんじゃねえの？特になんもないな。ここなんかあるでしょ。このスペース絶対。他は？こっち行ったら人いねえしな。ここアリに滅ぼされたからね。ダメだ。ですね、ちょっとすいません、ですね、 2,3 分休憩してもよろしいでしょうか。はい、ちょっと生放送中なんでね、切るわけにもいかないんですけど、ちょっと 2,3 分ちょっと休憩させてください。はい、ちょっと水分補給もしたくてですね、ちょっと窓閉め切ってて暑くて、で今ちょっとはね、風も強いので窓も開けたくなくて、はい、ちょっと水分補給したいし汗も拭きたいんで、ちょっと 2,3 分ちょっと休憩させてください。ちょっとすぐ戻ってきますんで、はい、失礼します。はい、
はい、戻ってまいりました。ちょっとね、水分補給してきました。ちょっとさっぱりしましたね。ちょっと冷たい水を飲みまして、はいはい、これからね、水分補給大事な時期になってきますけども、まあ目に水分取っていきましょう。はい、サッカーもね、韓国とドイツ始まりましたね。まあドイツ強いですけど、アジア勢として韓国頑張っていただきたいなと思っております。さあどうするよ、卵なんかね、その大きい鳥って誰、こいつじゃねえよな、まさかな、こいつ倒して卵の殻を手に入れたみたいな、そんなわけないよな。いや、わからんよな、これやってみないと、ちょっとやってみないとわからんよな。いやでもどうなんだろう、サバンナだからもうエリアはここしかないんだよな。うん、ちょっともう一回村行ってみるか。もう一回村行ってみるか、南の方の村行ってみるか。サバンナに、サバンナに村は2つだけで、一応全員に話しかけ、こっち西の方は全員に話しかけだから、こっちだよな。ちょっともう一回ちゃんと確認、ローラー作戦で行こう。一応休んどくか、これ何か休むことによって何も発生はしない。そうっすよね、場所は間違いなさそう、人はいない。ちょっとわからんな。分からんな。おお、いた。モンスターのせいでそういう鳥は減ってしまう。来た。しかし東の方の木がたくさん生えてるところ、あれだ、やっぱり。あ、こいつ仲間になるんだよね、そういえば。弓使いか。よし、来た。そういえばあいつに話しかけて願ったな。で、やっぱここでしょ。いるんじゃないの、いるんじゃないの、ほら来た。うわ、やめろ、卵をよこせ。あー、こういうこと。うわー、苦手なやつが来たよ。金剛力、ムム剣、マシンガンジャブ、ファイアボール。これで卵は手に入んのかな、すんなり。すんなり手に入んのかな。オッケー、よし、卵を奪っていったらモンスターと同じだぞ。だが卵は欲しい。そう、欲しいよな。卵を奪う、そんなことはできない。うわー、これを選ばせんなよ、選ばせるなよ、これ。これそんなことはできないにしたらさ、これもしかしてイベント終わってしまう可能性もあるよな、これ。どっちが正解だ、これ。いやー、どっちが正解だろう。いやー、くそー、これ下手したらイベント終わる可能性もあるんじゃないか。
いやー、でも一応セーブしてるから最悪やり直すっていうのを考えて、そんなことはできない。おお、帰った。そう、まさにそう、まさに帰りましたね。オッケーオッケー、やった。これで文句は言わせねえぞ。え？え？え？何個手に入んのこれ？え？もういいわ。よし、次アクア湖の水。アクア湖ってどこ？アクア湖ってどこよ。わあ、もうわけわからんな。わあ、もうついてくんな、ついてくんな、もう。くそ、アクア湖ってどこだろうね。ああ、こっちじゃねえわ。アクア湖、ああ、これ戦艦がねちょっと動き出してるんだけど乗れないのよね、乗り込めないのよね。よいしょ。そしてここは鬼だらけ、鬼だらけ、ガウガウ。はい、アクア湖ってどこだ。何かしら情報ないかね。地図上でまだどこもアクア湖なんて出てないしな。アクア湖なんてどこにも出てないぜ。どこにも出てないよ。この辺とか、出てないね。あれ海っすね、船は。はい、あれ海。ここここう渡ってきたんでしょ。ここ、こういう感じでこう渡ってきたんでしょ。こっから乗ってこう来たんですよ。アクア湖もここも完全海だしな。この辺とかじゃねえよな。わかんねえ。ローラー作戦だ。全員に話しかける。さすが